中息ができない理由が舌の筋力が衰えているからという場合があります。水色の部分の恥骨とこちらの鼻骨をつないでいるここですね、収縮と弛緩ですね、収縮と弛緩を繰り返すことで性的な快楽を得られるようになっています。あ、い、う、え。こんにちは。タブーされている性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。僕の簡単なプロフィールはこのようになっております。皆さん、中息ができなくて悩んでいないでしょうか？男性の方ですと、パートナーの女性がなかなか中で行くことができなくて悩んでいるって方っておそらくたくさんいらっしゃると思うんですね。で、この中息ができない理由が舌の筋力が衰えているからという場合があります。はい、舌っていうのは、ベロですね、ベロのことなんですけど、一見舌と中息ってあんまり関係ないように思われるかもしれませんが、実は深い関係があります。はい、ということで今回のテーマは舌を鍛えて中息を目指すです。今回はなんで舌を鍛えることが中息につながるのかを説明した後に、その舌の鍛え方について話します。舌を鍛えることで女性はもちろんなんですけど、男性にとってもたくさんメリットがありますので、ぜひ動画を最後までご視聴ください。今回はかなりの重要回となっております。はい、で、実は舌を鍛えることでメリットってめちゃくちゃあるんですね。で、ざっと挙げようかなと思うんですけど、まず、先ほど言いました性行為の時に気持ちよくなれるっていうこと、それから男性ですと勃起力の維持や早漏改善につながります。そして、女性は生理不順や生理痛の改善、このようにもう舌を鍛えることで様々なメリットがあるんですね。で、これ今回挙げたのってもうほんの一部で、もっとたくさん舌を鍛えることで得られるメリットはあります。これだけ見ても男性も女性も舌を鍛える価値が感じられたんじゃないかなと思います。はい、で、今回の本題に入ろうかなと思うんですけど、舌と中息がどう関わってくるかについて解説します。まず大切なことなんですけど、人が気持ちよくなるためには骨盤底筋群の働きが重要であるっていうことが言われています。骨盤底筋群っていうのは何かというと、字の通りなんですけど、骨盤ですね、ここの骨盤の底にある筋肉のことで、女性ですと膣とか子宮とか、あと直腸とか膀胱とか、そのような内臓を支えてくれる筋肉になります。で、こちら女性の、内性器の模型になっているんですけど、先ほど言いました子宮がここですね、子宮とか膣とか、あと膀胱がここにあって、尿道があって、ここが直腸になってくるんですけど、骨盤底筋っていうのはどこかというと、この水色の部分の恥骨とこちらの鼻骨をつないでいるここですね、ここを骨盤底筋群っていうふうに言います。この骨盤底筋群があることで、膀胱とか子宮や膣直腸などが支えられているんですね。で、人はこの骨盤底筋群が収縮と弛緩ですね、収縮と弛緩を繰り返すことで性的な快楽を得られるようになっています。人が、気持ちよくなってくると、だんだんとこの腰がくねくねしてくると思うんですね。で、それが続いてさらに快感が大きくなった後に、オーガズムを迎える時に痙攣状態ですね、腰がこうビクビクって痙攣する状態になるかと思うんですけど、それがまさに骨盤底筋の収縮と弛緩が起こっている状態です。人が気持ちよくなったりオーガズムを迎えるためには、腰であったり骨盤周りの筋肉が非常に重要であるっていうことをまずは押さえてください。で、実は舌とこの骨盤底筋ですね、舌とここの骨盤底筋っていうのがつながっています。で、舌と骨盤底筋で結構離れているのにつながってるってどういうことっておそらくなると思うんですけど、正しくは舌と骨盤底筋はこう連動してつながっているっていうことです。舌と骨盤底筋がこう首とか、お腹とかですね、その辺周辺の筋肉と連動してつながっていますので、なので舌を鍛えることで腰回りであったりとか、その骨盤周辺の気持ちよくなるための筋肉が動かしやすくなるんですね。つまりは舌を鍛えることで中息につながりやすくなるっていうことです。はい、で、今皆さんに確認していただきたいことがあるんですけど、
口をこう自然に閉じた時ですね、こうやって自然に閉じた時に舌の先端はどこの位置にありますでしょうか。こうやって自然に閉じた時ですね。で、実は舌には本来あるべき正しい位置っていうものがあります。皆さんどうですかね。こう上顎があって、こう舌があると思うんですけど、舌がこの上顎にひっついているのか、それとも、タランと中間でブラブラしているのか、それともこの下顎のところについているのかですね、まあ、おそらくどれかに当てはまると思うんですけど、正しい、舌先の位置っていうのは実はこの上顎にこういう感じで、舌がひっついている状態なんですね。なので、上顎に舌の先端がひっついてなかったりとか、下顎についている場合は舌の筋肉が衰えているということになります。はい、こうやって、舌の先端がこういう感じで上顎についてて、で前歯の少しあの奥側ですねにこういう感じであったら、それは正しい位置になります。でもっと言うと、舌の先端だけがこう上顎に当たってるんじゃなくて、こういう感じでベタっと張り付いている状態ですね、これが最もいい舌の状態になります。舌にちゃんと筋肉がついていてしっかり機能していれば、こうやって上顎に舌がベタっとついた状態になるんですね。はい、で、なんでこうやって舌の位置が上顎についていると良いかなんですけど、こういう状態の時にこの首の前にあるこう頭を支えてくれているあの頭頂筋っていうのと、あと頸頂筋っていう、ここの首の中の、まあ、インナーマッスルですねがあるんですけど、舌がこう上がってることによってここの筋肉が効くようになるんですね。はい、まあ、ちょっとあの横向こうかなと思うんですけど、舌がこう上顎についているとここの、筋肉がちゃんと効くことによって、こう首がしっかりして頭が支えられるんですね。でそれによって背骨がまっすぐになります。でこうやって背骨がまっすぐになっている分、この胸のあたりの横隔膜であったりとか、スポーツの時によく使われるこのお腹の中にある大腰筋っていう筋肉があるんですけど、これもちゃんと機能するようになります。はい、で、それと連動してこのさらに下にある骨盤もあのちゃんと機能するようになるんですね。でもしその舌がちゃんと上についていない状態だったら、ここの首の中の頭頂筋や頸頂筋がうまく機能しなくなって、首が安定しなくなって、頭がこういう感じで前に行ってしまうんですね。で頭が前に行ってしまうので、頭は重くてこう背骨が曲がってしまいます。でそれによって首から下の筋肉がうまく連動しなくなって、骨盤底筋もうまく機能しなくなるっていう感じになるんですね。はい、ということでこのように下の筋肉を鍛えないと体全体の筋力の低下につながります。でちなみになんですけど、頭がこう正常な位置から 2.5 センチ前に行くごとに、この首のところに4キロの負担がかかるっていう研究結果があります。つまりはこの首がこう 2.5 センチ出るごとに、これペットボトル2リットルなんですけど、これ2つ分がここの首に負担かかってしまうんですね。はい、こうやって、首への負担が大きくなるので、当然、首は痛くなりますし、肩も凝るようになります。でこの首や肩っていうのは、人があの性的な刺激ですね、例えばあの性器とかどこでもいいんですけど、刺激を受けた時に必ずあの脳へ達する通り道になっていますので、この肩と首がしっかりあのほぐされていないと、それだけ血流が悪くなって神経の通りが悪くなるんですね。つまりは肩や首が凝っていれば凝っているほど感度は下がってしまうっていうことになります。はい、でおそらく皆さんスマホとか見てたら、こうやって頭が前に行ってしまったりとか、まあ、あとあのパソコンとかですねやっててもあのこういう感じになってしまうんで、頭が前に行ってしまってかなり首の負担ってかかってると思うんですね。それからこう頭が前に行くことによって背骨が曲がると、その呼吸も浅くなってしまいます。呼吸が浅くなってしまうと性的な感度っていうのは下がってしまいます。はい、ということで、まあ、いろんな意味で舌はちゃんと上顎についた
しかも奥までちゃんとひっついたこういう正常な位置にしておく必要があるんですね。でこれはトレーニングをすることできちんと正しいポジションに戻すことができますので、ちゃんとこう上顎にひっついていなかった方は今から一緒にトレーニングしましょう。はい、少し前置きが長くなってしまいましたが、ここからは下のトレーニングの方法を解説します。でやり方は、結構いろいろあります。例えばこう上向いて下をでやる方法であったりとか、こうベロを上の上顎にこうかゆい感じで、吸着させてキープする方法とか、様々あるんですね。で今回はそんないろんな方法がある中でも継続しやすそうで効果的であろうものの、2つですね、2つをご紹介させていただきます。で参考にさせていただいた本があります。でそれがこちらです。未来クリニック院長の今井和明先生が書かれた、免疫力を上げ自律神経を整えるベロトレという本になります。こちらの本はベロトレ、つまり舌のトレーニング方法について書かれていて、でこのベロトレをすることでどのような良い面があるのかを解説されています。で今回僕が、挙げたもの以外のことがたくさん書いておりますので、よかったらそちらをご参照ください。はい、まずは基本のベロトレをご紹介します。でやり方ですけど、まずあ、それからい、それからう、それからえです。はい、まずあということで口を大きく開けます。でその後にいですね、首の筋肉をしっかり使っていいってします。でそれからうですね、唇をとんがらせてうです。でそれから、顎に舌がつくようにうです。でこのうの時は3回やります。こうううっていう感じですね。はい、続けてやります。あいうああはい、これが1セットです。これを1回10セットやっていきます。はい、ということで皆さん一緒にやっていきましょう。あいうああいうああいう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 あああああ。はい、お疲れ様です。結構表情とか舌が疲れたなって感じすると思うんですね。これはすごく簡単な方法だと思います。1日今やった10セットを3回ですねやることを推奨されています。はい、で次がベロ回しというものです。でやり方ですが、まずこの舌をこの歯茎のところですね、歯茎のところにふん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 うん、みたいな感じでします。で同じくこの下側もうん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 みたいな感じで、これを各10回ずつですねやっていきます。ポイントとしましては、できるだけ大きい円を描いてやるっていうことになります。はい、では各10回一緒にやっていきましょう。うん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 
下側です。はい、お疲れ様です。どうでしょうか。めちゃくちゃ舌が痛くなったと思うんですね。で、それからもう唾液もこうジュワーって出てきたかと思います。こうやって唾液が出てくるので、口臭の対策ですね、唾液が出た方が口臭は予防されますので、こうやることで口臭対策にもなります。それからこうやって、やるんで、ここのほうれい線対策にもなるそうです。はい、で、今回ご紹介したこのベロ回しっていうのは、こういう感じと、こういう感じでベロを回すっていう方法なんですけど、もちろんこうやって一周する方法でも OK です。実は僕はずっとこの一周をこう左右10回ですね、こっち回しした後に今度またこっち回しで10回っていう方法を、ずっとやっていました。はい、こういう感じですねで反対です。はい、この方法でもいいです。まあ、どちらかこうでも、こう一周回すっていう方向でも、やりやすいようにやってみてください。はい、で、僕はこれは口臭対策にもなりますので、人と会う前に必ずやるようにしています。で、今マスクをつけられてると思いますので、マスクをつけててもこうやってベロってこういう感じで動かしても人から見られて、ちょっと怪しいって思われにくいですので、どんどんやってみていいと思います。ちょっともごもごするので、何かしらは怪しいなって感じられるかもしれませんが、それが気になる方は隠れたところでやってみてください。はい、で、こうやって舌のトレーニングをしていると、このえってやった時に舌が長くですね、出るようになってきます。はい、で、舌が長く出るようになってくると、その性行為の時にキスの時とか、あと、愛撫をする時ですね、舌を使って愛撫をする時に舌を柔らかい状態で愛撫しやすくなってきます。舌が柔らかい状態で愛撫した方が相手は気持ちよくなりますので、そういう意味でもこの舌のトレーニングは、有効になってくるんですね。はい、ということで今回は舌を鍛えて健康になって、体の感度を上げていきましょうっていう話でした。はい、で、最後にもう一度、舌を鍛えることの効果を話して終わりたいと思います。これ最初に話した内容なんですけど、性行為の時に気持ちよくなれる、勃起力の維持や早漏改善につながる、女性は生理不順や生理痛の改善になる、二重顎が改善されて小顔になる、唾液が分泌されて口臭対策となる、首の痛みや肩こりの改善になる、頭痛や脳疲労の緩和、それから、尿漏れの予防です。ぜひ、皆さんの新しい習慣にしてみてください。今回は以上です。この動画が少しでも参考になったよと思った方は、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。